スティーブン・デビット・ジョンソンは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手。右藤右打ち。父のデイブ・ジョンソンは、元投手で、オリオールズなどで5シーズンのプレー経験がある。2005年の MLB ドラフト13巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2009年7月31日に、ジョージ・シェリルとの1対2のトレードで、 ジョシュベルと共にボルチモアオリオールズへ移籍した。シーズンオフには、ルール5ドラフトの対象となり、サンフランシスコジャイアンツに指名されたが、2010年3月16日にオリオールズへ戻った。2012年7月15日のデトロイトタイガース戦で3番手として登板し、メジャーデビューを果たした。先発とリリーフの両方をこなし、8月以降に4勝を挙げて、 防御率も2.11と堅調だったが、地区シリーズ以降はアクティブロースターから外れた。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。この年はメジャーでの登板はなく、10月24日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級のオホークタイズに降格した。2015年9月1日にセプテンバーコールアップで昇格し、 同日のタンパベイレイズ戦で2年ぶりにメジャーで登板した。その後、レギュラーシーズン終了までに6試合でマウンドに上ったが、5.1イニングで6失点を喫し、防御率10.13に終わるなど結果を残せずに終わった。12月2日にノンテンダー FA となった。2016年1月29日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだと報じられ、2月14日に 公式ページに公示された。同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月14日に放出された。その後、3月17日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、5月3日にメジャー昇格した。6月17日にディーフとなり、19日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ配属された。 10月15日に FA となった。2017年4月6日にオリオールズとマイナー契約を結び、トリプル A 級ノーフォークへ配属された。2017年8月9日に金銭トレードでシカゴホワイトソックスへ移籍し、参加のトリプル A 級シャーロットナイツへ配属された。2018年12月31日現役を引退した。ありがとうございます。